パイア石器 PA-97 ヘルスタット、パイア石器 PA-97 ヘリスタットは1986年に初飛行したアメリカ合衆国のパイア石器、エアクラフトが製作したハイブリッド飛行船である。ヘリウム気球に取り付けられたフレームに4機のヘリコプターを取り付けて、林業における重量物運搬手段として試作された。気球による浮力と、 回転翼が発生する揚力を組み合わせて大きい積載重量を得ようというコンセプトで作られた。揚力を増加させた時に揚力と浮力のバランスが崩れ姿勢が変化するのを防ぐために回転翼が一つでは実際的でないので気球の周りに複数の回転翼が配置された。 1980年に森林局がアクセスが困難な地域から木材を運び出すための積載重量の大きい航空機としてアメリカ海軍と開発契約が結ばれた。1962年11月の海軍の飛行船廃止に伴い余剰となっていた N 級軟式飛行船 ZPG-2W と4機のヘリコプター H-34J を使って 試作機が製作された。104.57メートル長さのヘリシュタットは、世界一の大きさの垂直離陸航空機となった。4機の中古のヘリコプターのテールローター部は取り除かれ、ヘリウム気球の元に取り付けられた、アルミフレームに取り付けられた。4機のヘリコプターのコックピットは残されていたが、一人のパイロットで操縦することができた。アルミのフレームの下に車輪が取り付けられた。 このフレームの強度が十分であったかどうか、後に問題となった。試験飛行は、ニュージャージー州のレイクハースト海軍航空基地で行われ、1986年4月26日に初飛行した。1986年7月1日、PA-97 は、試験飛行後、墜落し、パイロットのグレー・オレシフスキーは死亡した。 後方からの強風によって主脚が異常を引き起こし、ヘリコプターの地上強振現象と共に胴体に強振が生じ、パイロットは出力を上げ、姿勢を制御して振動を減衰させようとしたが、振動によりフレームが壊れ、ヘリコプターの回転翼が機能を裂き、バランスが崩れ墜落した。ありがとうございます。